はい、はい、7350円カードのお返しです。はい、まあ、ということで、こちらレンマの新作財布アンベレを使ってお会計動画を撮ってみました。こちらが私が実際に使用している状態のアンベレでございます。ちょっと中も詳しくご紹介していきます。まずこのダブルホックで止まっているフラップを開けていただくと、こちらがカードポケットになっております。先ほどお会計動画で入れていた状態と全く同じです。ちょっと今動画用に白カードをご用意してるんですが、免許証のような分厚めのプラスチックカードを6枚入れております。そして薄めのカードもこのような感じで入れております。こういう少し大きめの紙製のカードだったり、この縦幅がちょっと高めのクオカードなども問題なく入れていただけます。こんな感じです。出す頻度が多いクレジットカードは一番この奥の方に入れておりまして、ちょっとこうグッと手前に広げた時に、ここの台形型のステッチのおかげでここがしっかりこう開口をしてくれるので、こういう風にスッと出していただけます。ここをグッと広げていただくとお札ポケットになります。11枚入れているんですけれども、問題なく収納していただけます。お会計動画の際は1万円札も入れてたんですけれども、もう十分1万円札も収納できるような、サイズとなっております。三つ折りにはなるんですが、お札の曲がり具合はこのような感じですね。で、ここが注目ポイントなんですけれども、ここのガイドがあることでお札がこう滑り込みやすくなっております。そしてなんとこちらコインポケットもついております。じゃん、こんな感じです。先ほどのこのガイドに使われてたここのパーツがコインポケットの受け皿の延長のような感じでなってくれるようなイメージですね。またこちらのコインポケットにはカードも収納していただくことができますので、シーンに合わせてこういった使い方も可能です。はい、ということで今回はレンマの新作財布アンブレのお会計動画と簡単なご説明をさせていただきました。カラー展開についてはまた別の動画で紹介させていただいておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。